Thank you.
あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて何のつもり？どんな匂いか確かめてみた。へえ。で、どんな匂いだったわけ？そっか、うん、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。見つけたんすよ。どうしようと俺らの勝手っすよね。俺なんか間違ってますかね。文句あるんすか。文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、鍛錬しろ悪党どもみたいな。モキアかっこいい。ほう、面白い。文句があるならどうするんだ？ん？ちょっと。あんたに何ができるんだ？俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。
切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。勘違いしないでよね。私も文句あるけど、実は私以上にこっちが文句あるんだから。そうでしょ。なになに、あんなザコソン相手にノキア様が出るまでもない。私にお任せくだされ。うむ、よくぞ言った。それでこそ我が弟子ならば、思う存分バトルが良いぞよ。ノキア、かっこ悪いかも。なんすかそれ、笑えばいいんすか。つうか、むずいっす。どっちもズタボロにして、アカウントも刈り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。あんた、喧嘩売ってんのか。何もないぞ、我が弟子よ。ってやってる場合じゃないっての。まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん、この声は、ジミケンさん。え、ジミケンって、あのジミケン？ジミケン、略してジミケン？イエース！ I am ジミケン！イエース！おいおいおい、おい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 、お前ら、イケてないね、そのざま。やられ方したらそんなイケてない感じになる。 Tell me please as soon as。 すみませんジミケンさん、ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳、全然ロックがないね。ロケンロールにはほど遠いね。今のユウたちを例えるならそうだな、リバースシング、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちもゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし。で、あんたらかな？悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、ジミケンがなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターである。ふぅ、俺様のワンモアフェイスってことさ。ふぅ。は？表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って、どう？ロックっす。悪魔的にロックンローです。
ですよね。てかあんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？超ウケるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ、ひょっとしてあんたらあれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ、愛で地球を救っちゃいたい感じ、いまだにいるんだね、こういうフォークな人種。伝わる？このフィーリング。もうやめて、私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか、やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ、ユー喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。マジロックすぎるっす、ジミケンさん。やっちまってくださいよ、ジミケンさん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの？とりあえず応援しよう。頑張れ、モキア。ごめん、アグモン、カブモン、私もうダメ。このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないの。やれ、すげえ。Thank you.
おれ。みんな、よく頑張ったね。デジモン、しょぼすぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの。あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言っとくけど、俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いや、その前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユウ、ガクガクにヘッドバンギングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。おやおやおや、こんなところでお会いするなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダー、ユーゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人が、お仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ？パワハラっすか、圧迫系のあれっすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律？なもんとっくになくなっちゃってますけど。ま、主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが、ロッケンロール。アンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ言う。ザクソンの規律を乱す者。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユーゴさんに逆らうとか、もう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ。全部冗談本気と書いてマジになるなって。ほんじゃ、僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで、超ギグらなきゃなんで。バイバーイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんです？はい、どこのチームのもんか分かれしまへんけど、見逃したりますさかい。はよ人形組み合わし。はぁ、おっと、そこなデジモンはバッチがもらい受けます。あんた、いきなり現れて何言ってんの。ふざけないでよね。ないでしょ。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの。これはなんともよろしおすな。体が熱になります。アンジョを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ、帰ろう。
やんわいけずやわ、せっかくええ気分でしたのに。ハンさんら、またどこぞで会う機会もありましゃろ。それまでわっちのこと忘れたらあきまへんで。わっそのぶっさいくな顔忘れまへんえ。ほな、さいなら。何よあいつ。わーはい、モキアだ、モキアが来てくれた。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして、俺ならこの子に。ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよう。はぁ、ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って探してたんだ。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよくわかってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが人間に作られた？私たちと同じに。あのね、ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？分かった。なるほど。君ついていける？嘘、余裕すか？とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とガブモンは違うよ。
僕たちは自分の意志でこの世界に来た。この世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、うん、あれ言っちゃいけない系だった？もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。え？とても大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン。大丈夫、大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、絶対に思い出せる。っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。モキア、ありがとう。モキア、僕たち頑張るよ。とりあえず何を頑張ればいい？そうだな、差し当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、有志的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか。まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。うん、モキア、僕よくわからないけどとにかく頑張るよ。俺も頑張る。だからモキア、モキアと一緒にいていい？どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だった。と、本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど君も頑張ってね。私も頑張るからさ。